はい、今日もですね YouTube の視聴者様にご質問いただいております。この方はですねホットワックスをかける前に段ボール箱にスキーの板を入れてヘアドライヤーで板に直接熱風が当たらないようにしてこう段ボールの中箱の中を温めて箱の中がですねだいたい50度になったらドライを止めて温めているんですがこういった方法でやるときにスキー板を温めるのに適度な温度は何度ぐらいが適切だと思いますでしょうか、また温めすぎるとどうなるのかを知りたいです。ホットワックスでこうワックスをかけるためにこうやってるんですけどこのあたりこう鍋さんのご意見伺えたらと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。お願いします。うちが45度から48度ぐらいまで50度以内でまあ大体そのスキーやスノーボードによっては55度とかまで行けるんですけど、はい、サモをその温度設定をですね、はい、昔は55度とかでもやってたんですけどやっぱ結構時間帯を注意しないと板によってはもう怖いのもあるので、はい、パンクしちゃうのも、はい、だからそういうもう20年以上前から、ね、サモをやってるので、はい、そういう経験を生かしながらっていうのをやってるんですけどその50度っていうのが一つ引っかかるんですけど、はい、もうボードによってはそんだけストレスがかかるので、はい、スキーとかスノーボードによっては、はい、まあスキーなんかはもうビンディング外しちゃいますし、はい、プレートも外したりとかしてあ、そうなんですね、それが熱を持たないように金属、はい、金属とかそういったものが熱を持たないようにはしてやってるんですけど、はい、まあ、ボードの場合はもうメネジが埋まってるぐらいなので、はい、よっぽど問題ないんですけどまあそれををまあ、45度ぐらいにっていうとこぐらいでいいんじゃないですかねという50度ちょっと高いような気がするんですけど、うん、まあ持つんですけど、うん、そこまでスリリングなことしなくてもまあ45度ぐらいでも全然、はい、ワックスは入りやすいのかなと思うんですけど、はい、でそのサーモスタットがついてるわけじゃないので、はい、まあそのドライヤーでやってその手前の方がとかその場所をどこから入れるかわからないですけど、はい、その直風がその当たらないようにしていかないと直風が当たる部分ってやっぱ溶けやすいので、はい、そこ全体の室内の温度は45度になったとしても、まあ、全体にというかその今のドライヤーの周りはもっと熱くなってる場合があった場合に、はい、そこはやっぱりちょっと危ないかなと思うんですけど、うん、だからちょっと注意してもらってそんなに一回ボードをこう触ったりとかしてスキーを触ったりとかしてああ温まってるなと思ったらもう出してやった方がいいと思います。ああそこまで熱するというか、うん、全部が全部そう部分がもっと熱くなったら例えば60度になったら危ないので、はい、それとまあまあ触ってみてっていうそのアナログですけど、はい、ボードを触ってみてスキーを触ってみてああ暖かくなってるなと思ったら出してやった方がいいと思います。あ、まあ、それでも十分気温よりは暖かいんで全然いいですよね。うん、ある程度そのサーモでもそうですけどワックスを入れてそのサーモに入れといてでそれでもって例えば2時間なら2時間入れといて、はい、まあ、それでそのままほかっとくんですね。スイッチは当然切れますので、はい、タイマー式になってるので、はい、で切れてからほかっていくとずっと温度が室内の温度が下がっていくじゃないですか、はいはい、で2時間置いて2時間ぐらい放っておくと冷えるわけですよ、はい、うん、で冷えていく段階で入りやすいんですよね。あ、収縮していくときにそうそうそう、うん、はい、だから、はい、毛穴が開いてるっていうか、はい、温まってる時ってのは開いてるので、はい、その時入っててだんだんこうそれを包んでいくっていうか、はい、でその時が入っていきやすいっていうか、うん、うん、固まりやすいっていうか、はい、うん、だからすぐ出しちゃうんじゃなくて僕らも時間が許す限りはもうほかってるんですね。うん、スイッチは切れてからも、はい、だから自然にこう固まっていく。だからその焦らなくちゃいけないっていう必要がないわけですよ今の時期は特に。でもサーモのいいとこっていうのは、うん、自然の流れの中でやってるみたいな部分があるのでそういう意味では、うん、その直風でそこに当たるっていう状態を作ってると、まあ、そのサムの機械とかっていうのは全体に温度が回るようになってるからう
その分やっぱりそういうこういった業者が使っているものっていうのはあの利点はあるわけですよ、うんうん、あの要はあの先からあのトップからテールまでまんべんに当たってるっていうその温度があって、はい、うんうんうん、それはドライヤーの場合はその直風がそこに当たらないようにしていくこともいるし、はい、でもそれずっとそのままやってるとその段ボールが燃えたりする場合も出てくるじゃないですか、そのどこに当てるかに、そうですね、だから非常に気をつけなくちゃいけないと僕は思うんですよね、はいはい、なので何回もチェックしに行ってこうやって、はい、その時にやばいってなった時にはもう遅いですので、うん、まあ、気をつけてやっていただいて直接そのドライヤーの風がそのボードに当たらないようにした方がいいかなというふうに思いますけどね。そうですね、うん、まあ、注意しながらあのどんなシチュエーションなのかってその今どんなものなのかってまだ想像できてないので、はい、うん、でもまあ、 あの注意されながらやった方が、まあ、触りながらってアナログですけどやった方がいいですね。でもこの方がこうワックス入れたいっていう気持ちはすごい伝わってきます。めちゃめちゃありがたいですよね。そういうの、そういうことをこう何あのどん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 その自分のイメージをこう形に変えようとするってすごく大事だと思うんですよ、うんうん、で何人も何人もサーモンを作ってるし、例えばガリウムさんがあのやってるやつもあの完全なサーモンではないんだけど、うん、それも一つ手やし、はい、だけどあのあいろいろ試してみてもいいと思うんですけど、うん、あの暴動にストレスかからない程度にね、はい、あリスがちょっとそこまで追いすぎたらちょっと危ないですよね。そうそう、ミスしちゃうってあやっちゃったなと思うともう一台買わなくちゃいけなくなるので、はい、まあ、それだけは避けた方がいいかなというふうに思います、はいはい、まあ、ちょっと今分かったかどうかちょっと僕も分からないですけど、はい、そうですね、まあ、今の話あのやってみるのはいいけどチェックしながらやってください。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、お願いします、はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければまたその方法なり、説明が出てますのでよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー・スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。おかげさまで多くの方に板が走るようになって滑りやすくなったとお喜びの声をいただいています。板のチューンナップでお悩みの方はお気軽にご相談ください。チューンナップへのこだわりについて説明欄の URL よりご覧いただけたら嬉しいです。スキー、スノーボードのベースワックスをしっかり行いたい方、走る板を作りたい方へサーモバッグのキャンペーンを行っています。柔らかいワックスを板に浸透させて板を走る状態へします。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。スキー、スノーボードの板を大切に使いたい方はホットワックスがおすすめです。これからホットワックスを始めたい方のエントリーモデルや、もっとしっかりとホットワックスを入れていきたい方のエキスパートモデルの用意がございます。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。